どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。つい先ほどですね、藤井風アプリの方に、マネージャーのね、カーゼンマネージャージッツさんの方から、メッセージが入っておりました。こういう感じでいよいよ1週間を切りましたと。そうですね、土曜日なんで、9月4日の、ライブ、フリーライブね、1週間を切ったわけなんですが、皆さんね、あのスタッフの方、下見にね、今スタジアムの方に、日々ね行かれてるみたいで、まあ、写真もね、まあ、これ後でまたアプリ皆さんね見ていただきたいんですが、どうやら全部ね下見に行った日はずっとね雨だったみたいです。皆さんそのね、あのマネージャーにずっとさんにせよ藤井風さんにせよ、みんなね晴れ男で通ってるのにずっと雨だったんで、まあ、本番はきっと晴れると思いますみたいな感じのお話がね書いてありました。よかったら後で見ていただきたいんですが、時間がねスタート時間が、1時間ということで、僕はちょっと残念ながらね、ライブでは見れないんですが、ライブで見れる方はねもうぜひぜひ、見てください。これほんと結構これね、彼の今一番すごいね、なんていうか絶好調でしょ今彼は。すごくいいライブになると思うんで、ぜひね楽しんでいただきたい。僕もねアーカイブもう上がり次第すぐね見たいと思いますので、また見たらね皆さんでシェアしたいなと思います。日産スタジアム、スタジアムでちょっと思い出しましたが、今日ね実はね僕の住んでる近所にも、小さいスタジアムですが、サッカーとかラグビーのね試合ができるスタジアムがございまして、そこの脇からね花火がねたまに上がるんです。いろんな意図があって、その夏の祭りの花火が余ってる、まあ、それ去年ね聞いた話なんですが、お祭りがなくなった、花火大会が全部ね福岡県もなくなってるケースが多いんですが、花火が余ってるってことで、サッカーの試合の後とかにあげましょうってことで、たまにね上がるんですが、それが今日ね仕事終わってね帰ってきたらちょうどねいいタイミングで上がりました。こんな感じで、ちょっとお裾分けというか、なかなかね夏っぽいこともできずに夏が終わりそうなんで、よかったらねインスタグラムにもねこの花火あげたんですが、こんな感じで上がってみました。ほんとささやかな花火だったんですが、こういうのも嬉しいですよね。花火できない、花火にも行けない、なかなか人とも集まれない、出かけるのもちょっと大丈夫かしらってね気にしながら出かけなきゃいけない。旅行はね国内旅行も結構ね遠慮しながら行かなきゃいけない。里帰りもね、今年も里帰りしてませんって方もねたくさんたくさんいらっしゃるんで、ほんとね、なんとなくちょっとねもうどんよりするところなんですが、こうやってね花火明かりをねこう照らしてくれて本当にね嬉しかったです。本当ね数分だったんですがちょっと癒されました。明かりを照らすでまた思い出しましたが、明かりをね照らすといえばエジソンっていうのは、明かりをね照らしたかった。彼は電球を、あの人はね電球を開発しますよね、電気を開発したんですが、彼は電気を作りたかったんじゃないですよね。彼は明かりを灯したかったって言ってましたよね。街やこう家のね部屋の明かりを灯したいから電気を開発したって言っていました。藤井風さんもそうですよね。彼も もちろんピアノも好き、歌も好きだと思うんですが、自分のねこの歌ピアノでみんなをハッピーにしたいと、そういうアーティストですよね。皆さんアーティストにしろ、その芸術の世界っていうのは皆さんそうでしょうけど、それでね歌でお金がたくさん欲しいっていう、もちろんお金は稼がなきゃいけないんですが、ハッピーにしたい、ね、皆さんを笑顔にしたいっていうところ、そういう歴史に残る、ね、人たちっていうのはなんかそういうのあります。絵を描く人、何かを開発した人なんかもそうですが、僕ら美容師もそうですよね。結局お仕事なんでお金を稼がなきゃいけないんですが、やっぱりね最後ね笑顔で、あ、よかったと、皆さんにね任せてよかった、あなたに切ってもらってよかったわって、なんか安心したわっていう、その一言でね僕ずっとね二十数年間続けられてきたような気もします。そういう言葉ね非常に大事です。エジソンで思い出しましたが、エジソンって知ってますか皆さん。エジソンは、電球だけではないんですよね開発したの。
知ってるかな、みんな、皆さん、この僕のチャンネルね、見てくださってる方、レベルが高い方が多いんで、すいません、そんなこと知ってるわよって方もいらっしゃるかもしれないんですが、エジソンっていう人は、トースターのパンを焼くやつね、トースターもエジソンが開発してます。そして、考案者はなんか違う人らしいんですよね。こういうのどうかなって言った人は違う人はまた別にいるらしいんですが、実際開発したのはエジソンなんですよね。で、エジソンはね、エジソンさんはなぜそんなにね頭がいいんですかと、なぜそんなにいろんなことがね思いつくんですかって言われた時に、僕が作ったトースターね、僕はこれで朝からねパンを焼いてこれで美味しく食べてるんです、朝からパンを食べてるから僕はね頭が冴えるんですよってことをみんなの前で言った途端にみんなが朝ごはんを食べるようになったんです。そもそもね朝ごはんっていうのはなかったんです。日本もそうです。朝飯前っていうね言うじゃないですか。朝飯前っていうのは、お茶の子さいさいみたいなことと似てると思うんですが、容易なこと、簡単にできること、短い時間でさっと終わらせてしまうみたいなことを朝飯前って言うんですが、日本もね昔、2食でした。朝11時頃に食べて、であと夜食べるっていう2食だったんですが、朝飯前っていうのはその11時のねこの朝11時のご飯の前に終わらせちまおうぜっていう、それぐらいの用事だよっていうことで簡単に終わる、短時間で終わるっていう意味で朝飯前っていうのがね言葉が生まれたみたいなんですが、ジソンの、ああいうねその影響力ある人の一言っていうので、こういう、ね、文化が変わる、習慣が変わってしまったっていうことがねあります。だからエジソンがトーストを開発したことで今僕らはね世界中の皆さんが朝昼夜っていうようにご飯を食べるようになったっていうお話でした。知ってましたかね、すみません偉そうに言ってます。それからそのずっとさっきの、ね、話に戻りますが、その藤井風アプリの中のズッツさんの、このブログの中にね、13時の、日産スタジアムの、様子、これ見たらね日陰がないでしょ、芝生の部分ね、ちょっと中央の日陰、芝生の部分ね、芝生の部分に日陰がない、これちょっとね大丈夫かな、暑くないのかなとか思うんですが、なんかその文章を読んでると、日陰がね3畳過ぎると、その屋根の影が芝生にかかると、その影の中で皆さんに配信っていうことよりも、やっぱ日陰の風よりも日向の風だよねってことで話が決まったみたいで、1時から、日陰になる前に歌ってしまおうと、日向の中でやろうってことで決まったみたいです。大丈夫かなと思いますけど、しっかりね対策しながらやっていただけるんでしょうけど、その暑さにね対策しっかりしてほしいですよね。もうおじさんになるとそういう心配ばっかりで、あれですか。そうですよね。僕より上の方もたくさん見てらっしゃると思うんで、ね、風くん大丈夫かしら、暑さって皆さん思ってると思うんですが、十分ね気をつけてやってもらいたいなと思います。はい、ライブこれね本当ね、すごく貴重なライブになると思いますんで、ぜひねお時間がある方は、9月4日土曜日お昼の1時からです。で時間が大体60分ぐらいですよね。ラジオ放送なんかも同時にねされるみたいですが、やっぱり YouTube でね生でこれ一番いいんじゃないですかねと思います。ぜひね見てください。皆さんにまたシェアしましょう。さっきも言ったんですが、僕インスタグラム、ちょっとね皆さんつながりたいなと思ってますんで、差し支えない方はね概要欄に僕 SNS 関係、いつもね貼り付けてますんで、よかったらフォローしてください。よろしくお願いします。それから、このチャンネルもねどんどんね僕のセンス、僕の感覚ですが、思ったこと感じたこと、藤井風さんねを見て感じたことなんかを話したりとか、あとはそうですね、同じように藤井風というアーティストなんかね彼を素通りできなかった人たち、なんか彼の魅力にちょっと引っかかってね、ちょっとこの人普通じゃないわってそういうことに気づいちゃった人、皆さんで何かね一つの共通点がある皆さんなんで、そこでねなんか情報交換、それから皆さんで共有共感できたらな、すごくいいなと思っております。よかったらチャンネル登録してね、ぜひねお付き合いいただけたらなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。